持ってない。診断の B クイーンを活躍させたいです。結論、お目が高いですね。4月14日に発売されたスノーハザードクレイバーストに収録される B クイーン、技襲撃指令はベンチのミツハニを1匹選び山札に戻すことで1円で120ダメージを出せる効果。1円で120ダメージは魅力的だが、ベンチにミツハニがいないと技は失敗してしまう。そこでこのミツハニ、道具甘い蜜を内蔵したこのミツハニは、手札からベンチに出した時トラッシュの種ポケモンを1枚ベンチに出せる効果。手札からミツハニをベンチに出し、蜜の効果でトラッシュのミツハニもベンチに出せば実質デメリットを無視することができるが、そんなんぶっちゃけどうでもいい。ミツハニの甘い蜜で出すのは同じく診断のミカルゲ。特性漆黒の災いはベンチにいるだけでお互いの種ポケモン V の特性を消すことができる。相手がどれだけミカルゲを倒したくても何度だってミツハニが蘇らせてくる。他にも特性置き手紙のアンノーンをトラッシュから蘇らせれば、アンノーンは自身をトラッシュしてワンドローすることができ、ベンチに残ったミツハニーは B クイーンの効果でデッキに戻るので、また効果を使えるようになって相性抜群。チャンネル登録、高低評価、他のコンボ動画もよろしくね。コメント、質問、リクエストも待ってます。デデン TV。